知ら、知らなかった。はい、どうもこんにちは。アルファ戦士第3回目やっていきたいと思います。で、前回はね、ディスカーマーを2つね、手に入れました。最初持ってたディスカーマーが、メイのディスカーマー。そして、前回スフィンクスを倒して手に入れた、この天のディスカーマーですね。この2つを手に入れたので、新たにね、なんか、攻撃がね、モーションも違うので、こっちは、メイは遠距離、そして攻撃の出が早い。で、天は、攻撃はゆったりだけど、中範囲の敵に、投げ倒すことができるみたいなね。広範囲にね、中距離の相手に広範囲の攻撃を繰り出すことができるという。多分こっちの方がね、フィールドマップでは使いやすいんじゃないかなということで。で、ボス倒して武器も手に入れたから、次どこ行こうかなっていう感じですかね。どこ行こうかな。なるべくね、グダグダしたけど、多分あっこなんだと思うけど、ここ行けるようになってんのかな。なんか、行きたいする？どうやって行くんだろう。届かないんだよね、ここ。トリセツを見直して、なんかね、ああいう色がついてるところは、この、このディスカーマーをつける、をなんか、ロープみたいにして、移動することができるみたいな書いてあったんですけど、まだその、特殊技能を持ってないから、何もできてないのかなっていう感じですね。で、確かこっち行ったんだよね。じゃあ一旦戻るか。ルートがね、何個かあるような気もするんで。あ、そう、あと前回ね、ケルベロスっていう、神獣を手に入れたので。お、なんかいるな、これ。お、楽だ。こいつは一発で倒せる敵だから別に、そこまで怖くはないんですけど。こっちか。ん？ん？なんかあるな。いけない。なんだあれ。ふん。愚か者め。こっちじゃないな。どこ行こう。倒して経験値が手に入るというよりか、武器のね、強化するポイントが手に入るだけなんで別にいいかなっていう気持ちではある。いやでもこっちはもう何もないな。え、じゃああれか、これエヴァの丘から。いや結構落ちるな。くそ。よし、どうしよう。お？お、いける？お、なんか、未来の音階。隠しアイテムだよね、これ。よしよし。いいね。あ、で、ここに帰ってくるのか。はいはい。一旦あれかな。もう最初のセーブゾーンのところに戻って、行ってみるか。よし、あれ？あれ？よしよし。攻撃避けられる。あ、これディスカーマーしか攻撃判定ないのか。あ、ね。こっちから俺行ったはずなんだよな。前回。こっち他に道あったかっていう。あれ？なんか進んでるぞ。どこ行くべきだ？あ、あ、光ってる。あ、声綺麗になったんだ。お、なんかいる？なんかいたよね。いた！いて！暴れんじゃねえぞ。オッケー。バカ野郎が。ちょ、早く。回復欲しいのに。あ、これ殴っ、あ、違う。この力を得てから、殴るんだ。おー、繋がった。で、こっち行ける。よし。天のディスカーマー。え？あ。すいませんでした。そういうことね。はいはいはい。今この力を得て壊したわけじゃなかったわ。
このこと忘れるな。なんか前回から出てきたギミックなんですけど、あ、戻れなかった。ちょっと赤色のやつもあるらしくて、こういう効果が。ぶら下がりみたいな。特殊技能がね、手に入ったら。どうも。どうも、ディスカーマーです。よし、行こう。ポセイドニア神殿。ここにね、行く必要があったんで。セーブだけするか。今回の舞台はここですね。てかね、ちゃんとね、体力増えてんの、あのアイテムで。一時的なやつかなと思ったら。だから敵倒すだけ手に入ってるからさ、敵倒せば倒すほど効果ありそうだね、そういう意味では。防御力もめちゃくちゃ上がってるし、みたいな。めちゃくちゃ綺麗じゃない。え、何ここ、ポセイドニア神殿。なんか女性のね、女性が守ってるってとこもあって、そういうとこしっかりしてたんだかな。綺麗好きなのかもしれない。インテリア集めてますね、タイプかもしれない。お、あるじゃん、早速ある。どんだけいい音楽でも、あ、こいつがね、ゼーンが何かをするときだけは音楽が止まるって、ね。お、開いた。ポセイドニア神殿の入り口が。せめてもうちょっと隠しとけよな。まあ、バレる位置を置かんくて。あ、お、なんだ。特に何もないな。一応くまなくやるつもりであるけど。うわ、いいかよ。おい、いた、いた、おい、おい、こしゃくな、なんだこいつは。オッケー、ほら、オッケー、これは結構やったと。道が2個あるんですよね、こっちにもある。いけないじゃん、ん、いけないと。これ水をあれか、制御して進む系か。これ今な、イカダ見たら上がってるけど、水が多分引いたりするギミックがあって、こう渡れなくなるんだよ、いずれ下がっちゃって。ノモセシティのジムみたいな感じで。天球の間、天球ってな、やかましいよな。壊せないか。これどこ行こうかな。封印されている。こっちしかないのか。いけるようになってる。いけるようなってる。壊せないんだよ。ただの光なんだよな。なんか明らかに MP 回復しそうなのに。太陽の間。太陽。壊せない。強っ。おっ、来た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 。ネクタル。これがないとマジで俺生きていられねえよ。ほら、向こう行けるっぽいじゃん。行けないのよ。もう最悪じゃん。いや、でも。なんだ？おおおおおお、こいつ、敵掴んでなくても長押しで、なんか。おおおお、何してん、何してん。なんか不思議なことが起きたのよ。どうやってんのかマジわかんないけど。見せろ。こいつの掴みわからん。おーい。あ、これ左右にあれか。こういうことか。はいはいはい。わざかもんだから違いすぎる。敵多いって。避けるな。こちらこっちやろ。こちらいいわ。行動が早すぎる。よし、オッケー。倒したんじゃないこれ。ん？関係ない。ただいっぱい出てきただけ。なんと。なんという。こっち行くか。なんかある。あ、ここに行きたいな。これスライディングだね。教えてくれるもんね。結構優しいな。スライディングというものがあるぞ、つって。うん、なんか。こういけそうじゃない？壊せないのか？
壊せない。え、あれ行きたいのに壁壊せそうだけどな。まあいっか、今回ないということで。よし、お、セーブできる。してこしてこ、セーブ。なんかもうさすがにさ、ないと思うけど、もう3つ目のディスカーも手に入るもんね。お、なんだこれ、何これ。あ、壊しちゃった。何、なんだよ。え、あれか、俺が気になってた壁壊してくれた。おい、は、どうしたらいいのこれ。は、分からんや。あ、嘘嘘嘘、どうすんのこれ。分からん分からん。え、死んだ。いや待って、伝説が死んでしまった。なんだ、どういうことだよ。は、なんかやることがあった。え、壊しちゃった。ででで、じゃないな。あ、なんだ、何したらいいんだ。ケルベロスの力を使うのか、どこかで。で、閉まる。針が落ちてくるんだよ。でさ、こいつがすり上がってくると思わなかった。殴りつけとりあえず。いや、これ呼んでみるか、ケルベロス。誰、何も意味ない。壊れてるぞ、壊れさせ。うわぁ、くそ。さっきそんなあったか。はい、じゃあ、よし、急げ急げ急げ。さっきあの土煙出とった、俺が確認しなかっただけかよ。まあ、三度目の正直。いや、あくまでな、慣用句をね、ことわざを使いたくて、わざわざ、二回死んだまである。急げ。どこ行けるのこれ。ま、あ、まだこれ、ここか。これ壊せんのか。すげえ壊れた。おっしゃい、脱出。嘘でしょ、あの封印どうやって。封印は、ちょっと待って。封印は、太陽の大広間。さすがにちょっと気になるんですけど、あの封印は。なんでや。敵全滅か。立て立て立て、これ欲しい。これでかい。オッケー。敵なくなった。なんで反時計回りに回しちゃいけるって分かったんやろ、こいつ。最初の頃から気になってたけど。あれ、二度と行けない場所なのかな？あれ、ここじゃないの？もう一個の方か。こっちか。え、どこ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 が行けるようになってる？え、どこ？ここで、ここじゃないの？なんだよ、それ。戻るか、じゃあ。あ、あ、ここになんかある。行けない。くそ、どうやって行くんだ、あれ。
まあ一回一旦戻るしかないか、これ。戻って戻ったらどうなってる、水辺は。あ、こっち反対側のあれが封印が解けたのか。はい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 。あ、いけるようになってる。うわー、何このねじれ、すごいな。うわー、こういうなんかトリックアート点あったわ。月の間、太陽の月か。落ちるしかない。何？何こいつ、何こいつ、バカ野郎だぜ。あ、でも同じだ、攻撃力同じなんだな。同じというか 2回で倒せるってことは、若干こっちの方が攻撃力が高い。攻撃回数は少ないけど攻撃力が高いみたいな感じ。なんだお前、グラディウスみたいな攻撃しやがって。 OK、 よーし、ひどいな。特に何もないから行くぞ、俺は。進んでいくぞ。まだセーブだ。え、これもう一回水が下がるぐらいのことやってくれんとさ、さっきのあれ気になるんだけど。よくぞここまでたどり着いてくれました。あ、ハーモニア姫。私はかつての名はアルゴ。美しい。セフィロスみたいな髪型してる。あ、短かったか。If that is so, please, please lead me to the princess. I wish to reward her hopes. I am only a mere warrior, but wish to give her peace of mind. Inside the place is a cave that leads to the Othrys mountain. She must be there. え、なに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 。オーロラビームクラップ。どこ行った。あれ、セイレン、かわいい。ウンディーネじゃん。私のディスカーマーとも早くハルモニアのもとへ。え、すげえ綺麗。あ、持ってる。ほら、効果見るか。え、なんかすごい連撃してない？ちょっと待って、近距離攻撃で敵していて素早く攻撃できる。いや、こんなん嫌いなやつおらんやろ。おお、おお、おい、やばくないこれ。おいおいおい、こんな全員使おう、これ。ちょ、技褒めたいな。海のディスアーマー、四角三角連打。四角を押したって三角連打か。技を、空中斜めディスカーマー。ああ、このグラバト2のクロコダイルみたいなのがあったか。おお、これは楽しい。こう行こう。なんだ、敵。いや、こいつ、何しとんねん。行って、行って、くそ。ちょっと待って、もう一回まとめる。こいつのトレーサーは四角長、焦点の四角長押ししかない。あとは空中だけ。うわ、こいつ結構癖強えぞ。行って、いったん中だと思う。あ、倒れてる時でもゴムバロン、何それ。あ、やべ、出ちゃった。ゴムバロンってなんだろう、アイテムか。何、どんなアイテムだ。名前から想像がする。オムバロス、あれか、 MP 回復のアイテムかもしれんね。ちょっと見てみるか。あった、イコールが全回復。ああ、 MP だ、イコールっていうんや。
どうやって戻るのこれ。あ、ここからか。戻れないけど。え？は？まさか超えて、いや、むず。ああ、もう。あと一歩が届く。オッケー。え、これで終わり？このイベント。ちょっと待てよ。いやー、さっきの雰囲気気になるな。さっきの雰囲気気になる。いや、一旦あれめっちゃ気になるから、なかったらあれだけど、一旦やり直して、あ、この封印解けるか、敵全滅で解けるのか、ちょっと見てみるわ。ウィッス、はい、何もできんかった。あっこの封印解くね、術は分からんかった。敵を倒したんだけど、全滅させたと思うんだけど、封印解けなかったから、多分今はいけないんだと思う。ただ、なんかね、発見はした。これが何の効果があるか分からんけど、発見はして。え？おい、ただ手間かかってるだけやんか。戻んのかよ、これ。ふざけんなよ。まあいいや。そう、この奥とかも、あ、それ前回行ってねえわと思ったから行ったんだけどね。なんだよ、終わったって行けんのかよ、ここ普通によ。ふざけんなよ、マジで。ち、発見はこれでことではない。なにこれ。ニューまでいい、これ帰ってくる。こっち行けるようになってるやん。行けるようになってるけど、ちょっと待ってね。他にも行きたいところがある。あー、行けるようになってる。行けるようになってるやん。行きたかったよ、俺ここ。しゃー、未来への恩返。立ち上がれ、気高く前。あれ、どこだっけ。あれ、まあ、一旦戻るか。行きたかった場所が。なんか水で上がったから行けたんだ。あれ、また出てきた。これ水がさ、水かさがその上がった時にさ、行けたと思うんだけど、そこでなんかね、あったの、行ける場所が。行けるし、なんか、灯火があったからね、もしかしたら、海のね、ディスカーマイできるんじゃないかなと踏んで、今ここに来たんだけど、ちょっとね、思ったのと違うわ。全部思ったのと違う。ちょ、階段がサイクロプス用。ほら、これ海のディスカーマっぽくない？ほらね。なんでわかるかって、ほら、あるでしょ？青色の玉みたいな。だから、海だと思っただけないけど。あ、で、共鳴してんのか。戻ればいけんのこれ。あれ？どうしよう、スライディングしたら消える？これ時間があんの？攻撃したりとかしちゃいけないんだ、これ。ほら、残ってるもん。なんだよ、それ。前回ここ開いてなかったんだよな、あの階段がなくて。なんだよ、これ、と思ったんだけど。普通に、こういうことか。はいはいはい。よし、行けた。オッケー。行きたかったよ、俺はこっち。階段、この向きの階段嫌だな、怖えよ、なんか。開いた。うわあ、ここに繋がってる。そう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 、ここ行けなかったもん。じゃあ、まだちょっと一旦解けるか。マビクは。ああ、マビかれていく、マビかれていく。こいつ、このね、天のディスカーマン、この連続ぐるぐる攻撃ができる。これ強そう。威力は分からん。威力は未知数。たった三角、もう三角をね、ひたすら連打するだけでエクササイズになるんです。効果未知数。知らん技来た。おお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 お、何これ、何これ、おもろ。四角四角三角でこれ引き寄せやばくね。
えぐくないこれ、この技えぐちょ、これちょっとロマン技だな、使っていきたいわ。ここ上回れるんですよ。で、ここ海、で、多分ここできるようになってるはず。ほら来た、これ。え、壊しちゃった。え、いいの。フックターゲットを利用して谷を渡ることができる。フックターゲットを近くを押し付ける。はいはいはい。え、はいはい、あ、これなんかある。よし、壊した。アルカディアの伝説なんだ。光ってるところに行けるんだ。あ、やべ、落ちちゃった。あー、もう最悪。戻るか。あ、でも、あ、なんかある。あれやん、クラッシュバンディックのダイヤモンド取った時に誕生するなんかお助け場所みたいな。もうバカ、行くぞ。ぴょん、いいね。あ、離したら行くわ。ああ、今方向キー入力してたけど関係なかったわ。いや、でもここでね、もういろいろ学んでいった方がいいわ。押してもう捕まった瞬間離すだけでつながるわ、道が。で、あ、ここ行けるようになってるわ。フックショットが使えるようになってるから、いや、これで移動増えるな。これ移動がね、増えるっていうのはいいことでさ、この時では。よいしょー。やっぱ見えるところにさ、あるこういうの壊したくなりますよね。アルゴが書いた日記、後で読んでいこう。よいしょー。俺がちなみに言ってたのは、さっきのあの上にあったね、アルゴの用紙費を取ったところね。うん。だから予想外でした。で、右は何もなかったはずだから、こっちへもう行っても。だから戻ろう。よーし。ありがとうございます。いやー、これむずいわ。これは無理だな。ちょっと待って、きついきついきつい、きついな、きついな。はめた、はめてるこいつら。いったー、ちょっと待って待って待って、やばいやばい、痛い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 、バカバカバカ、ほんとふざけてるこいつ、ほんとふざけてる、ほんとふざけてる、ちょっと待って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 、えぐいって。おい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 、ちょっと待って、危ねえ、いって、ちょっと待って、四角四角三角やった気すんだけど、あ、そう、合ってるわ、合ってる。ちょっと待って、戻れない、何もないな、オッケー。ふきゅー、何の意味があるのこれ。吸い込まれろ、なんで吸い込まれないの。いって、もう伏せたぞ。三角連打、くるくるくる、ちょ、きつい、マジマジきつい、マジきつい、これ。おっ、下手な、殴る、危ねえ、マジで怖かったー。なんとかなったけど、あ、ここはいけないのかな、まだ。帰るか、セーブするか。ちょ、今時間どんだけ録画したか見よう。はい、ちょっと確認したんですけど、まあ、いい時間だったんで今回はここで終わります。まあ、ポセイドニア神殿もね、冒険したっていうのが今回、
するっていうのが今回目的だったし、まあ、ちょうどいいかなっていうことでここで終わります。次回はね、せっかく復帰ショットも撮ったし、いろいろ行ける場所増えてるんで、そこを探、そこ行ける場所を見つけつつ次のね目的地に向かおうかなと思います。で今回はここで終わります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。と思ったんすけど、まだ行ってない場所があることに気づきましたので、ちょっと続けていこうかなと思います。なんか何箇所か行ってない場所がねあるわ。編集中に気づきました。あ、ここ行ってないなって。どこだったかな、ちょっと忘れちゃった。あれ、こっちだっけ、あれどこだっけだ。やべえ、ここじゃね、ここ行ってなかった気がするぞ。ここだ、ここだ。いっていていていて、なんだてめえ、こことどっかもう一箇所あったわ。あのさ、編集中でさ、ここ行ってないっていうのは思い出すけどさ、どこ行ってなかったっけっていうのはね、普通忘れちゃいました。バカじゃねえのか。でもここですね、完全にここ。おいおいおい、あ、ディスカーマーが、海のディスカーマーを共鳴させろって書いてある。オッケーオッケー、分かっている。てかここでセーブがあるってことは、まだここポセイドジャンシーンでそもそも終わりじゃないんじゃね。いや、あるな、その説。よしよし、どんどん上がっていこう。似たようなことやったぞ俺。でもこれ一旦も、一旦ね、アイテムが向こう側にあるんで、ちょっと取っていこうか。取って、灯火を、あるを書いた日記に、に？あ、じゃ、こっちまだ続きあんのか。普通に。終わりじゃなかったわ。本当に終わりじゃない。なんだよ、それ。このグラップルのさ、運び方っていうか、体の動かし方俺好き。で、これダメージ受けずに、ガードもせず、行かないといけない。盾を使うような行動しちゃうとダメなんで。よし、OK。お？なんだ？アンプロシア。俺はここしかないから行きましょう。こっち行くか。あ、行ける。なになになに？イベント？いや、ボス戦か。でも前回あったもんな。スフィンクスがおったもんな。ディスカーマーとかだけ。なんだこいつ。なんでこれ。なにこれ、なんて読むんだこれ。痛い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 、は？これ乗れんのかな。あぶねえ、嘘でしょ。いや分からん。あ、ちょっと死ぬ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 、ちょ、ここ、ちょ、待って待って待って、は？ちょっと待って、強すぎる。セーブしとこう、ここ。やべえ、最、こっからか、入り口からやん。マジかよ。ちょ、戻ります。はい、待ってきました。このね、セティスってやつかな。ちょ、これどうすんのよ。これ逃げりゃいいんか、とにかく。あ、違う。いや、これ多分。いや、終わったー。あぶねー、ごまかしのセイレン。届かやばい、やばい、死んだか、これ。まだまだ、うわ、死んだし。いやー、もう無理だ、わかんねえ。いや、もう帰るぞ。わかったわかった、先に。待って待って待って。セイレンを呼びます。あれ、セイレンじゃねえ、こいつ。ケルベロスじゃねえか。いや、セイレン呼びます。このエンジャーウーモンみたいな、なんかつけてますけども。で、こいつで、アンプロシアを、使います。で、武器変えて、殴る殴る殴る。これ逃げろ。引き打ち。嘘だろ？ダメだろこれ。いった！
痛い痛い。フェーレン使う。バカボン逃げろ。あぶねえ。どこ行く？ここへか。はい。うん。いや、こんなんガードせんわ。やばい、逃げろ。これなんか技絶対違う。やばい気がする、やばい気がする、やばい香りがするよ。なんだなんだあいつは。思ったら違うぞ。危ないぞ。おいおいおい、やっとることがえぐいって。何どうすんのこれ。あ、そこパリンか。オッケー、それが分かるだけって。いやーちょっと待って、これ強すぎる。カードとか言ってる間に、いやこれ一旦なしだ。やば、こいつ強すぎるだろ。重っ、わけわかん。はい、やばいやばい。あー一旦逃げろこれ。やばいぞこれ、やばいことが起きる。そんな香りがする。オッケー、ガードせんといけんねんな。先に出てくるから、ガード。あ、ガードできないんですけど。これってどうしたら倒せばいいんだ、マジでわかんねえ。ということでね、まず何をやるか。ここでタロスを呼びます。ドン、タミナ連れてもらう。ドン、トンで、ひたすらこれ、ほら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 、ひたすらこれ。逃げろ逃げろ、これ逃げる、ひたすら逃げる。いや、これ結構いい作戦だと思うわ。カイ、カイの、あーまあ使わねえのかって感じですけどね、ディスカーマー。あぶねー、届かないんだけど。あ、なんて届かんとかあんのかよ。は、ちょっと待って、もう横から出てくるやん。マジかこいつ。いやこれ絶好こういうチャンスであるんだが、ついので。タロス、そうだろ。やばいよ、どうしたいんだこれ。もう一回来るやろ。これ終わりか。あ、近い。いいよ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 、思って。はぁ、なんで壊されたの俺。ちょっと待って、理不尽やん。はい、あぶねえ。アンブロシア、アンブロシアやって、危なかったよ。まずいな。おい、来たな。ドン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 。あ、オッケー。あいつ攻撃しとけばあの技出さないんだな。オッケーオッケー。横から来るぞこれ。こっちか。オッケー、よし、オッケーオッケーオッケー。これ逃げろ。オッケー。これ吸い込みで一瞬向こうに引き寄せられるのがしんどいんだな、この技。もうちょっと楽して倒したいな。楽というか、こっちが有利な状況をずっと作りたくしたい。オッケー。届かん。うわ、最悪だ。届かんとかあるもん。届かんやつはこっちなんだな。待て。当たんねえぞ。おお、なんだなんだ、横飛びさん。100点とかあんのこれ。これ一冊で殴れるの、動かない相手。あ、はまった。よし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 、
全部の武器を効率よく使わないといけん。これでいきます。もう無理なんで。 OK。 まずい。いやこれハメだろ。これなんだぞ。技いやその距離は無理だな。違う技来ると。これ何してるの。これなんだよ。なんかしてこいよ。角度変わってない。バグった。何これ位置おかしくない。おいなんだよそれ。はい危ねえ。これはいや届かん距離ずるいやろ。なんなんあいつ。絶対不可能な距離から見てくる。やばいやばいやばい。くっそ。うわ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 。何こいつ。いや届かん距離ずるいって。なんなんマジ。どうしたらいいんこれ。おふざけない。もうそれやめろマジで。はあ。おいちょっとこっち来いって。めちゃくちゃ危険かな。壊せない。はい来いよ。あいつは来ねえから。ふざけんなよマジで。もうなんこれ。でもこの距離だったら10でいける。このダメージをひたすら稼いでいく。 OK。 こっちに変えておいて。あ見つった。まあまあまあいいや。焦って投げ出しちゃった。でこの距離はもうこれしか届かんから。この距離は。うわーマジか。あぶね。ちょっと間に合わねえんだこれ。あーそれやめろよマジで。何その腹にくるぜ。逃げろ。腹にくるってなんだよ。どこから来る。横飛ぶ。分かってるね。ここで終わらせるぐらいに行こう。オッケー。向こう変に向こう行った時はもうあれしかないから。ガンできんのそれ。嘘つけよ。できてねえわ。よかった。逃げて正解やったんや、俺の攻撃は。攻撃っていうか、やり方は。てか、これさ、ここで負けすぎて。あ、なんだ。お、最初戦ったやつ、これ。魔人で。今回は直接わらが出る。うわ、なんか。スーパーロボットアニメみたいな。絶対いる。ハルモニオ。まるであなた彼女の敗北に望んでいるかのよう。アルゴの子孫。だから顔似てんのか。Your eyes grow brighter in your painful position. That is like Argo. You have her blood and his blood. 日焼け失敗してるやん。Who are you? What do you think you know? It appears the sleeping lion. 眠れる獅子の到着のようだ。なんだ。どこ。
おお、すごい寝起き。寝起きよし。どこだよ、ここ。マジでわかんねえとこ来た。何？あ、で、セーブゾーンはあるから、ちょっとそこでセーブして終わりますか？登れる。なんかよくわからんけど、よくわからんとこ来ちゃったんで、本当に。ここでやります。今回こそね、はい。これ、ポセイドネ神殿編終わりといたします。はい。すいませんね、変なタイミングで切ろうとしちゃって。まだ、ちゃんとあったね。で、ボスおったね。で、あいつ強すぎん？あ、そう、言い忘れてたことがあって、さっきさ、ムービー中に言おうとしたことがあって、負けすぎて、イージーモード追加されました。まあ、ノーマルで行きましたけど、だからここで、セーブしたときに、このノーマルって書いてるやつがイージーってなってた場合は、僕は、難易度変えてます。負けすぎてこいつ心折れたなって。多分やることないけど、うん。ノーマルのままやりたいと思いますけど。で、ラビリントスックに来ましたね。絶対迷路じゃん。ミノタウロスとか出んじゃないのこれ。大丈夫か？ワールド4。来ちゃいましたね。はい。次回はここのラビリントスック、進んでいきたいと思います。じゃあ、ここで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、お願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。